シュレさんそこで喋りますよ。そこで喋りますからね。そこで。こんなところでお願いします。それでは壇上の審査、盛大な拍手をお願いください。第2ステージの企画でいろいろやってくれたので、まあ、アランクの昔話といいますか、あの経過は皆さんも今日知っていただけたと思うので、それについてここでもう一度喋るのはもう野暮だと思うのでやめます。1月の28日に、橋本君や山田君や何人かと、教授先生のお墓にアラウンドの最終回をやるというご報告に行ってきました。で、その時に僕が教授先生にご報告した内容をもう一度ここでお伝えします。今回100人以上の人間がアラウンドという名のもとに来てくれました。コアなメンバーが大体60人、多分第1回目から来てる人が40人ぐらいいると思います。で、私なんかも5回目ぐらいからの参加なんですけれども、で、初めてアラウンドに今回参加してくださった方が多分40名ぐらい今回おられると思います。で、この方々は畑中先生なり教授先生なりに憧れ、またアランドシンガーズの演奏会に過去来ていただいたり、それから CD を買っていただいたりして、アランドというのに憧れを多分持っていただいてた方たちだと思います。で、僕は教授先生にこれを言いました。教授先生のおかげで私自身もいろんな団体の方、いろんな先生方と教え合いに慣れて絆を、深めることができ、で、今回ファイナルということでまた新たな方々と出会うことができました。これは全部教授先生なり畑中先生のおかげだと思います。本当にありがとうございましたってご礼を申し上げるとともに、今回のファイナルの後、この仲間はまた、それぞれいろんなところで歌を歌っていくと思います。だけどここで新たにできた絆は、大切にして、三田君が書いてくれたプログラムの結ぶ結衣というあの文字に現れた関係をずっとつないでいけると思います。教授先生天国で、教授先生もその仲間としてどうぞ楽しく一緒に、これからもみんなと一緒にいてください。そういうことを、午前にご報告をしてまいりました。今日は本当にありがとうございました。そして佐藤先生、太田先生、それから前田先生、それから歴代、下振り等でご苦労してくれた、7人の指揮者の皆さん、それから裏方をいろいろとやってくれた、北君だとか八尾君、それから立教の学生の皆さん、本当にありがとうございました。アラウンド新学のファイナルですが、畑中先生から北村先生に献杯という意味も、本当は実は、ね、去年やりたかったんですよ。去年が、北村先生の10周期であり、畑中先生の5周期だったんです。で、会場が取れなくて今年になってしまったんですけども、両先生の献杯という意味も込めて乾杯をしたいと思います。ありがとうございました。乾杯。乾杯。ありがとうございました。ポイント間にロッカーに物を入れてください。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。私は畑中良介先生の弟子で、教授先生の弟子シェフはありますが、この、アラウンドは実は初めてですよね。まあ、一度だけ追悼で1曲だけ歌いましたけど、そういうきちんとした演奏会では初めてだったと思うので、本当にここに、まあ、終わりという回でにもかかわらず読んでいただいてありがとうございました。で、この素晴らしい、我が古き日の歌を仕切るしたこと、本当に皆さんとできたこと、とても良、かったなと思ってますし、やっとこう今肩の荷が下りた感じはしています。まあ難しい曲ですし、ただし本当にいい曲ですね。本当にまあ、これは学生とやろうかと思ったこともあったけど、まあ、多分一番最初の練習の時にやっぱり大人の合唱団でやりたいと思って、これをやっぱり選んで良かったなと思って、自分でも本当に、思いがたくさんできたし、みんなとこうやって音楽を作ってくる中で、ま
皆さん自在にやってくださるので本当にいい瞬間がたくさんあったと思っています。テツに短めにって言われたんだよな。京ちゃん先生に初めて会ったのはいつだろうと思ってたら、畑中先生のお宅で、立品の、別荘ですけど、そこに僕が多分レッスンで伺った時に京ちゃん先生もいらしてて、そこで初めて僕をお会いしたんですよね、実は。だから、僕は畑中先生に、高校3年から、高校2年からかな、習っていたので、その時に、僕はもう会津高校でピアノを弾いていたっていうのは教授先生は知っていてくださって、で今度ピアノ弾きに来てくれないって、その時にもうすでに言われたんですけど、畑中先生がダメよ、僕は声楽科に入ったんだからピアノ弾いちゃダメって、そこでもう一括されて、あ、そうなのって言われて、それからずっともう教授先生は僕はピアノは頼んじゃいけないと思ってたらしいんですが、そのうちも僕はワグネルで弾くようになり始めて、まあいいんじゃないっていうことになって、その後この本当に先生北村先生に連れられてあっちこっちにピアノ伴奏に伺ったと思います。今も芝居弁の方とかお会いしたり、女性歌手のシオンとかいろんな名前が話の中で出てきましたけど、たくさんいろんな経験を京ちゃん先生を通して、もちろん北村先生を通してさせていただいて、やっとここに、いるんだなと思いますし、先生たちを聞いてて欲しかったなと思いますね。これで最後ということですが、とりあえずはここでくくろうということですよね。それぞれにいろんなモチベーションがあるでしょうから、それをどんどん膨らましていって、なんかまた新しい形で、こういう男性合唱の、楽しさ、良さを、我々は伝えていかなきゃならないと思うし、畑中先生の教え、教室先生の教えっていうのを我々がやっぱりつないで、いかなきゃならない人材だと思うので、ぜひぜひ、一旦結んで、で新たな出発っていうのをどっかで、一つじゃなくてもたくさん出てくるのもいいと思います。それを私はとても期待をしております。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうも今日お疲れ様でした。一番初めにお話があった時に、星先輩からですね、なんか振りたい曲なんか出してとか2つ出したんですけども、見事に却下されてで、なんかアイプロンって言ったら上弓の音を振ってよっていうのが分かりました。で、僕的にはどちらかというと、もう少しリリカルな曲が好きで、情緒的な曲が好きなんですけど、上手いか下手かをこっちに置いといてですね、でプポかよとかいう感じ でやりながら、また練習をしながら、私神戸に在住なので、練習来て帰って帰ってで練習して帰るとね、約1週間体がボロボロもうね、なんか俺の年じゃウポポ無理だみたいな。でなんで踊るかな、やっぱりそのウポポっていうのは何ですかね、アイヌのそのなんかその文献を読んでると、やっぱり踊りっていうのがなんかある。まあリュースももう踊りなんですけども、例えばイオマってもで、やっぱり自分自身がやっぱりなんか体が動くんですよね、そういう場合。なんか昔田舎ペタイショー、田舎ペタイショーっていうのはね、音楽鳴り始めるとなんか踊り始めるというなんか変なやつがいましたけども、俺ってやっぱりそれに似てるかな。で、それとかで、やっぱりその、自分自身田舎者なんですよ。でうちの親父がまあぶっちゃけ山賊で、なんかそういう田舎のそういう生活という感じと、もしかしたらウポポのそういうなんですかね、土着的なそういうのがマッチして良かったんじゃないかなと。で最終的にやはりそのプログラミングを見てもウポポ、そしてアラカルト、そして我が古きっていうような形で、あ、これはすごくなんかすごくよく考えられたプログラミングで良かった、すごい。で最終的に私もその体も痛くなくなって、あれそれってウポポいいのかなとでもなんかウポポイコールオタみたいな感じのステレオタイプは作ってほしくないなと
と思ってまあいろいろありましたけども、本当にすばらしい合唱団で、で、いろんな方々に感謝したいと思います。で、合唱団が例えばソフトとすると、やっぱりハードの、その、マネージャーの皆さん方々、やはりしっかりとね、本当日本一ぐらい の、 マネージャーチーム、それに、それが機能できる、なんですかね、ソフト の、 日本一に近いその男性合唱団が、それをいかにこうなんか私たち、まあ、僕とそして佐藤君がそれをプログラムをこういかに活かしていくかっていうのを僕はなんか僕なりにやっぱり頑張ったつもりです。で、まあ指揮の仕方がね、なんか北村先生みたいに宣伝されたってすいません。山賊の息子ですから。はい、でも本当にありがとうございました。プログラムの一番頭に縦の何ですか、流れ水、うん、でありましたけども、皆さんは横です。なんかありますよね、なんかタタ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 とかって、なんかその何ですかあれ、糸糸ではありませんけども、お前見たかったちゃんと歌えの酔ってるのでね、そこはスキップから飲んでしまったので、まあ言いたいことは、その畑中先生と北村先生の DNA をどうぞどうぞ皆さんの中にこう蓄えて、それを横にねしっかり流していくという、そういう活動がもしかしたら私たちに課せられた一つの使命じゃないかなと思います。本当に今日はお疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。初めてアラウンドの人生では3番組も載ってましたけど、男は男の時に大丈夫ですよ、男は男の時に声をかけていただいたのがあれ2001年だろうかな。で、まあ、その前にね、今日ちょっとステージで話しましたけど、ワグネル OB の練習ピアノの時に北村先生に声かけてもらって、女性合唱しようとかですね、いろいろやるようになったんですけれども、何の将来的な、僕ね、就職活動とか全然したことないんですけど、本当だから世の中のね、なんていうの、知らないことが多すぎるんですけど、例えばこう、アラウンドシンガーズもね、その割と前に、結構日曜日いっぱい練習してましたよね、そういえば、覚えてますか？うん、それがなんか僕の、大学出てからも、なんかこうちょっとした、まあね、それは経済的な安定感もありますけれども、なんて言うんだろう、その心のよりどころというか、その自信持って演奏していけばいいんだなっていう場をね、北村先生作ってくださったの本当に感謝しております。それとですね、で北村先生がお亡くなりになった時すごい本当に悲しかったんですけども、そのあといろんな関係のある指揮者の方とか団体の方とかと共演させていただいたり、こう客席から見ていただいて、ちょっとやっぱりこう指揮をされる姿に先生の姿がこう見えたりするじゃないですか、皆さんもね思うけど、であれがずっとこうああいう風にしてこうつながっていくんだなっていうのをもう本当にこの 10年感じて、まあ、今日は一区切りかもしれませんけど、もうそれはもうずっとに消えることなくつながっていくんだなっていうのをすごくこう感慨深く思っておりました。で、で本番時はね、僕はちょっとまあ、あんまり涙もろくないんですけど、リハの時はね、ちょっとね、ふるさとの四季とかね、ふるさとと上を向いて歩こうの流れは反則ですよね、よくみんな泣かないで歌えるなと思い、まあ、皆さんその後があったからね、いや、僕も本当にちょっともうリハの時は結構グッと来てて、危ないなと思ってたんです、まあ、本番は大丈夫だったそれはもう演奏に集中しなきゃいけないからなんですけども、本当にもう2曲はね、なんていうかね、僕の宝物なんですね。北村先生と一緒にやってきて、その後もいろいろね、工作のとかも共演させてもらったりとか、もういろんなところで弾かせてもらってるんですけど、なんか僕、日本一ふるさとの四季を弾かせてもらって、で、アラウンドシンガーズでもね、年に2回ぐらい歌ってたりとかするんですけどね。いやいや、本当にね、よそのがしようだったらちょっとごめん、あ、でもよそのがしようだったら申し訳ない。まあルーツなんですよ本当に。なのでもうこれからまた新しい何か区切れ目ですけどね、これからも人生は続くので、またいい音楽を一緒にできればなと思っております。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
福さんの話が今日一番受けてました。ありがとうございます。ホイヤ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 チャーホラレン、チャーホイヤ、チャーホラレン、チャーホイヤ、カルミカホラレン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 、チャーホラレン、チャーホイヤ、ホラレン、チャーホラレン。Hande, de hande, hande, ne, de hande, de hande, de hande, hande, ne, de hande, 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 ne, de hande, 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 hande,
自分の中に入ってくるっていうのはこういうことなんだとか、表現することはこうなんだなっていうのを改めてここで実感、そういうことができた、気がします。まあ、これはあの本当にもうアラウンドのその出だしっていうのは本当によくできた、もう本当に最近言われた赤ちゃんだった。それが多分なんかこうその時と同じようにうまくできなくなってるのかもしれない。それはなんかただなんかデベソのになっちゃったみたいなものなので、なんかそれこれからなんですよね。これから皆さんが一人一人の心の中で何を守り続けてというか、それを発展させていくかだと思います。だから本当に意味でこれはアラウンドのファイナル、素晴らしいファイナルなんだなということを、実感しております。本当もう繰り返しになりますけど、今日はご卒業おめでとうございました。大人のスピーチありがとうございました。来た会話楽しみでしたから、ポジカを代表して、本当はもう若いさんにお願いしたかったんですけど、やっぱりソロをした人が今日いるので、本人も村上を。ごちそうさまでした。海にも行かな、野に行かな、今日ですね、家を出てくるときに、息子ちょっと高校受験で、あんたは土日両方ともいないの歌える場所ないよなって思いながら会場を止めて歌いましたアランドはですね、ファーストから、まあ、途中ちょっと抜けたんですけど参加させてもらいました。で、私は九州の西南というところを出身なんですけど、名門最初に、明徳幼稚園だと思うんですけど、富士山の練習をした時に、明徳幼稚園の床が揺れたっていうことにはもう鳥肌が立ちました。なんてすごい団体なんだ。で、畑中先生の下振りを北村先生が毎週のように来てやってたりとか、なんてもう九州から来たらもう夢のような世界だったんですね。贅沢な団体だなと。で、本当に皆さんと一緒に歌えることができて幸せでした。ありがとうございました。またどこかで、一緒ご一緒できることがあればと思いますので、どうもありがとうございました。さすがスピーチが短いですね。じゃあ、キャラ股間なんですよ。あともう5分ぐらいですか。あとは終わったら終わりますね。すいません。まず私独身ですから。はい、入ってます。独身ですか。独身です。もっと近く、もっと近く。2003年からアラウンドシンガーズの演奏会を、夫が参加したのもあって伺っております。2005年がちょうど入籍とともにアメリカ演奏会に連れて行っていただきありがとうございました。ちょうど、夫と10年、一緒に過ごせまして、2015年に、亡くなったんですけども、その前からアラウンドシンガーズ会ったことで、私も今日ここに立たせていただいてます。本当に立ち上げてくださった先輩方に感謝の気持ちしかありません。ありがとうございます。雷を落とした高木宝です。はい、はい、どこでした。毎回来ております、九州フレッシュメコアの高木です。熊本から参りました、塩崎です。本当にいつもなります。塩崎の最後なんですよね。はい、ございました。九州フレッシュメコアのアンコクと申します。ジャフマグリーンを経由して、最後に滑り込みでアラウンドファイナルに参加させていただきます。本当に感激でもう、涙が出ております。どうもありがとうございました。すみません、近いです。長野から来たら長野市って結構遠いんですけどね。
はい、ザマと申します。ヒロシさんとかね、それからジャックさんの先ほど挨拶されました池田さんとかの人から、東京の方とか青木さんとかね、もう皆さんとお世話になっております。どうもありがとうございました。アラウンドシンガーズ九州支部、九州支部フレッシュメンコア森谷です。第8回の、演奏会から参加しまして、カーネギーホールもご一緒させていただきました。こうしてね、結びっていうのは寂しいんですけれど、まだ今からの皆さんの、はい、で、かけた遣いはずっと続いていくと思います。よろしくお願いします。本席、九州フレッシュメンコア、現住所、金沢フレッシュメンコアの少子でございます。今日は本当にありがとうございました。ベースの松永と申します。最後まで名札が残ってた人間です。大変申し訳ございません。無理を言いまして、結局先週の練習と、まあ、今回だけで乗せていただいて無茶をしてしまいましたが、非常にいい思い出ができました。ありがとうございました。では皆さん、まだいい、神戸支部の広瀬です。ありがとうございました。俺ね、尾崎さん。そう、すいません。すいません、私尾崎と申します。今神戸に住んでまして、このような大きな合唱団です。ちょっと、北村先生にお前ちょっと入ったって言われて、入学をさせていただきました。でも条件があって、ネオン記号の G の線から下だけモニモニして、それ以上は声出すなっていう条件だったんですけど、間違って声出しちゃって、もつれくる。力なくて、力力の録音大失敗と申し上げました。この機会を借りてご勉強させてください。今日はお詫び会見でした。西宮支部、アラウンド西宮支部で今、一時は北海道にもいましたし、もう東京で本当にお世話になりまして、なんか懐かしい顔ばかしで、ありがたいし、楽しいし、どうしたらいいんでしょう。お酒は白紙かで。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、なんかそれはピンチ持ってる方おられますか。最初からこの音でいけます。野田さんの音で怪しいっていう音が最多です。わかります。最多のわかります。最多のこれ人で言います。Oh!
いきなりかと言うなよ。
肺を患ってましてですね、今肺年齢が今96歳というすごい長生きやな120から少しは改善はしてるんですけど、実年齢にできるだけ近づけるように努力しております。歌う機会があれば、歌うチャンス、生きてる間に歌う機会があればと思っております。歌ったら歌が増えます。はい、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。1回目から5回目まで、参加していただきました伊藤です、参加した時はですね、次男が、生まれたばかりで、それが今24になって社会人になっております。自分の年齢を数えるのが怖くなってきました。本当に楽しい24年間過ごさせていただきましてありがとうございました。坂本です。よろしくお願いしますじゃないか僕も途中抜けながら結構やってたと思います。まあ、太田先生とか松井とかと高校が一緒だったせいで、まあ、参加させていただいて、まあ、非常に良かったなと思います。まあ、今回会計やって、あと最後 DVD と CD の皆さんに発送しなきゃいけないんで、この場を借りて申し込み足りてない方言ってください。あと中身には文句言わないでください。今日はありがとうございました。出前をさせていただきました山下と申します。今日はありがとうございました。久しぶりにアラウンドの皆さんにお会いできて、アラウンドの音が聞けて本当に、まあ、袖にいてこんな幸せなことはないなと本当に思っておりました。皆さんとはまた本当にこれからもお目にかかったりですね、いろんな形でお付き合いをさせていただきたいなと思っております。兵庫県に住んでおりますけれども、ぜひ顔を見かけたらまた声をかけていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。三田です。どうもお疲れ様でした。今日はヘハンデの根を飛び出してしまいました。さらにプログラムたくさん誤植がございます。皆さん本当に申し訳ございません。以上で私のアラウンドが終わりました。お疲れ様でした。先に事務連絡をします。私が、まあ、1回目から3回までやらせていただいたんですが、その時毎回やってたことがありまして、全部練習に出席をしていただいたので金棒を差し上げます。実は第1回はセカンドの豊田君だったんですが、今回は豊田君ではございません。2人いらっしゃいます。先にそれをさせていただいて、安徳さん、まあ、安徳さんは1月から九州にお帰りになったんですが、その後も、自腹をですね、切られて毎回参加をしてもう一人いらっしゃいます。西田さん、みかさんは本当に早く練習に来られてきて、それで主に椅子を並べたり、大変助かりました。ありがとうございました。最初に申し上げましたように、僕は1回、まあ、立ち上げのところから3回目まで、まあ、途中ちょろっとは参加をさせていただきましたけれども、基本的にはその3回、1回目の、海外終わったら引き出していただいたんですが、まあ、昨日も、ここにいらっしゃるメンバーの方はご存じなんですが、まあ、海の父は北村教授ということで間違いないんですが、海の母の伊藤レフさんに昨日ゲネプロの時にお連れして、みんなに会えたことを彼女はとても喜んでくれました。でそれが、まあ、今日お電話をさせていただいたら、もう元気でっていうことでしたので、本当にもういなくなった父と、まだ元気な母とおりますので、まあ本当にこれで、うまくまあ、僕の仕事は終わったかなというふうに思ってます。で今ここにマネージャーたち出してますけど、本当は、もっと前からいろんな打ち合わせをしてます。11人いるんですが、
ここにいるメンバーから、パートリーダーの主なメンバーちょっと前に出てください。これから清水さん、最初の打ち合わせからですね、小屋君とか何回も何回も実は、発表するまでにミーティングを重ねてきて、今ここでビジネスマンですので、非常に忙しいですから、年齢的にもそれもちょっと大変なポジションにいる方がたくさんいらっしゃるんですが、ご協力いただきました。このメンバーたちは福島選手さんで、ぜひ、拍手を、本当にこんなメンバーに支えられて、始めた時はここにいる、高島君と静かな夜秋の日なら人